コルトウッズマンはアメリカの銃器メーカーであるコルト社が1915年から発売した自動拳銃。競技用として開発された拳銃で使用弾は威力の低い 22LR 弾、相弾数は10プラス1発である。発売当初はコルトオートマチックピストルターゲットモデルという名で発売され、その後1927年からウズマンと 名称が変えられて販売され続けた。それ以前のモデルはプレ・ウズマンと称されている。競技用のみならず手軽な銃としてプリンキングや簡単な狩猟にも用いられ、1976年までおよそ65万丁が販売されたと言われる。ジョン・ブローニングが基本設計したものにコルト社が銃器設計チームのアイデアを盛り込んだものであり、共同設計者の一人に ジョン・ブローニングが名を連ねている。大量に販売されたため様々なカスタムモデルやバリエーションが存在する。軍の需要が高かった1943年から1947年までは民間向けの生産が止まっていたが、戦後の1947年にマイナーチェンジが行われ、セカンドシリーズとして販売された。その後、マイナーチェンジがもう一度、 行われサードシリーズとなっている。威力の低い。22LR を用いるためストレートブローバックを採用。フレームサイズは中型弾も打てそうな頑丈なものであったため重心の跳ね上がりも少なく命中率は良かった。またそのフレームの肉厚を利用して多くのエングレービングモデルが作られている。本銃には膨大なバリエーションがある。この他にも 中国の中国北方工業講師が M93 という名称でウッズマンのクローン品を製造している。ありがとうございます。